鎮説弓張月、鎮説弓張月、鎮説弓張月は、極定馬金作、葛飾北斎画の特本。文化四年、1807年から同八年、1811年にかけて刊行。前後編。方言物語に登場する号泣の武将、鎮勢八郎為友と,と琉球王朝開白の筆史を描く、完全懲悪の伝記物語であり。 南宋里見八犬伝と並ぶ罰金の代表作である。物話は、鎮西八郎を称した、源のためともの活躍を、方言物語に、ほぼ忠実に描いた、前編、後編と、琉球に渡ったためともが、琉球王国を再建、ためともが琉球へ逃れ、その子が、初代琉球王春天になったという伝説あるする、下りを創作した、続編、周囲、残編からなる。 日本史の中でも、悲劇の英雄の一人に数えられる、源のためともに脚光を当て、その英雄ルテンタンを、琉球王国建国にまつわる伝承に絡めた、後編は、そのスケールの大きさと展開力で好評を博した。文化4年、1807年にまず、前編が出版され、以後足掛け4年をかけて、後編、続編、周囲、残編が出版されて、 前後編29冊で完結。当初は前編と後編で完結予定だったが、反響が予想以上に大きかったことで罰金の筆が伸び、完結も延期を繰り返した。正式には、鎮西八郎ためとも外伝の角書きがついて、鎮西八郎ためとも外伝陳説弓張り好き。陳説弓張り好きの陳説は陳説と読む。意味としては、陳説と同じで、今で言う。 異節の古い表現になる。この「説という字は遊税を遊税と読むように税と読むこともできる。従って陳説は鎮税という読みが可能でこの鎮税が読みが同じ鎮税の鎮税こと鎮税八郎為ともにかかっている。これは歌舞伎の下題で多用される題名の中に主人公の名を暗示する文字や音をかけ言葉として 折り込む手法と同じで、このため古くから、陳節弓張月は、歌舞伎の下台風に、鎮禅湯、見張り月と読まれることも多かった。弓張月の天居は滝田洋にわたるが、ここでは代表的なものをいくつか挙げるにとどめる。本作は、その生涯で三百作近くの作品を書いた馬琴が最初に取り組んだ歴史小説である。発表当時、庶民から、 絶大な指示を得て、連載が延々と続いたり、無者員に描かれたりして、これが馬琴の出世作となった。本作の次に書いたのが、南宋里見八県伝で、今日では、こちらの方が有名になっているが、当時は逆だった。北斎の他に、歌川国吉や月岡義とらが、本作から着想した作品を残している。馬琴の、 新切弓張月観光中の文化5年10月に、まず浄瑠璃、鎮税八郎誉れ雲税として、同年11月には、近松特造作の歌舞伎、島純弓張月として演じられたほか、明治14年に、川竹新七により、弓張月源やかぶらやが初演されるなどしたが、一辺のまとまったストーリーとして激化されたのは戦後、昭和の1969年。 昭和44年11月5日に東京国立劇場で初の三島雪を作、く鎮弓張月全3幕8場である。三島台本の活字発表は雑誌、海同年11月号でなされ、11月25日には中央公論者より限定版で歌舞伎劇曲親切弓張月が出版された。この作品は三島の書いた最後の歌舞伎であり、 最後の舞台作品となった。脚本のほか、演技、美術、音楽などの演出も、自ら手掛けた。エッセ近代化した、当時の歌舞伎に失望していた三島が、古典的、伝統的な義太夫狂言の様式に構成した、ルネサンス的な創作歌舞伎である。初演時、配役も、源のためともに八代目、松本幸四郎、赤王、ストクインに二代目、中村元次郎、 木平ラ・オサに八代目、市川中車、高間太郎に三代目、市川猿之助と一流の役者を廃止、白縫い姫には三島の肝煎りで、当時まだ無名に近かった19歳の五代目、坂東玉三郎が抜擢された。玉三郎はこの舞台が絶賛され、以後の生命に至る出世作となった。なお、ためとの役について三党は、市川染五郎、六代目を強く希望していたが、 染五郎のスケジュールが開かなかったため、父、松本幸志郎になった。後文楽で上演する話が進められたが、三島の死で脚本が未完成となったのを、演出を担当していた山田昭一らにより保筆され1971年、昭和46年11月に初演された。当時演出助手を務めた小田光二が三等の言葉をメモした制作ノートによると、テーマは、 太い男の流れる姿であるとし、挫折と行動を繰り返し続けた、未完の英雄ためともを、自らの理想の英雄像とて固くし、ためともの途中を主題とした。三島は、日本のオデッセイを作りたい。日本のオデッセイは、ためともだと副案を織田に伝えたとされる。ためともの起乗する白馬が、海の中から出現して飛翔する演出に、三島は最後までこだわり続けたという。 歌舞伎は過去に遡るほど良いとする三頭は古典様式を重んじ、儀古文で書いた義古典歌舞伎にこだわり、川竹木網が活躍し、歌舞伎の様式を確立した明治初年の作者に戻り、歌舞伎の様式の中で新しい形式を作りたいとスタッフ会議で並々ならぬ意欲を述べたという。音楽には当時としては異例だった文楽の義太夫を入れることにし、 鶴沢つばめさんに作曲を依頼、文楽座を初めて歌舞伎に出演させた。また、狂言作者は本読みを自分で行い皆に、聞かせるという習慣に習って、三島も本読みを行ったところ、すべての役を巧みに演じ分ける三島のうまさに驚いた、スタッフの勧めで録音することになり、杉並公会堂で8月26日と27日の2日間かけて、録音し、レコードを制作。 役者感お寄せの日に、それを聞かせた。ポスターを手掛けた、横尾忠則の,のジャケット層で日本コロンビアから、親切弓張り好き、上野巻として発売もされた。1914年、大正3年と1955年、昭和30年の2度、映画化されている。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。